どうもお疲れ様です。うまくし競馬予想うまくしでございます。ゴールデンウィークじゃないわ、お盆休みですね。もう後半に差し掛かってきましたね。今年はね、私はもうどこも行かずに、今年もなんですけど、家でね、夏競馬の方をね楽しんでいきたいと思っております。暑いんでね、外もね、熱中症とか皆さんお気をつけください。はい、それではですね、今週は関谷記念と、エルムステークスですね、ございます。そちらのね予想いってみたいと思います。先週はね、小倉記念がねだいぶ荒れましたね。エキストラエンドは抑えてたんですが、やっぱちょっとね、外しましたね。あとレパードステークスの方はね、ケイティブレイブとグレンゼンと、2頭硬いんじゃないかと思って、一応3連単でね、6000ほどでしたけども、的中できました。それではね、今週も頑張って、関谷記念の方から行ってみたいと思います。はい、ちょっとね最後まで迷ったんですけど、マジックタイム本命でいきたいと思います。前々走の大引きをチャレンジトロフィーでね、後のね安田記念優勝馬ロゴタイプを鮮やかに差し切り、初のね重賞タイトルをゲットしております。前走ねビクトリアマイルの方はね6着に敗れたんですが、今回舞台がね2勝2着1回を誇るね好相性の新潟の芝 1600m なんでね、楽しみですね。はい、それからヤングマンパワーが最高です。こちら金3走はねオープン特別を2戦連続して2着、あと前走1600万レースに、玉川ステークスですねを1着と構想を続けております。昨年のね関谷記念でもね、3着に来ておりますんでね、今年はねそれ以上のね着順をね、期待できるんじゃないでしょうか。それから検討ですね。こちら前走中京記念ではね出足がつかずね後方からの競馬になりました。ただね上がり最速33秒6を繰り出して3着までね追い上げてきております。万丈もね、今乗ってる和田ジョッキーなんでね、引き続きねちょっと応援してみたいと思います。あとはねロサギガンティアですね。こちら前走安田記念でした。展開が向かなかった印象でちょっと負けております。今回ね調教でじっくりね乗り込まれているようですので、ここをね目標に、的を絞ったローテンションがね功を奏するか見ものです。あとは、ピークトラムとラングレーまでを加えまして、マジックタイムを軸にした3連複の流し15点でいきたいと思います。はい、関谷記念ね毎年、面白いレース続きますんでね、今年も楽しみです。それでは予想終わります。